どうもショレです。ジョーカー3前回の続きからやっていきたいと思います。今回ですけども、勝ち抜きバトルをやってみようかなと、初めての。で、パーティーね、考えたんですけどね、勝ち抜きバトルって多分俺も連戦だと思うんですよね。だから多分、回復が欲しいんですけど、でも回復役がいないんですよね、ちゃんとした回復が。こいつしかいないんですけど、こいつ MP 少ないんで、多分結構きついと思うんですよ。だから、もう作戦をとりあえず敵の動きを封じていくという作戦で、ラリフォーマと、この行動させないっていうマインドでね、休み攻撃で、敵の動き封じて、敵に攻撃させずに勝っていくというスタイル。で、行こうかなと。思いまして。で、こいつ HP 自動回復持ってるんで、まあ、こいつが身代わりしながら HP 自動回復で、まあまあ耐えきれるかなっていうところもあるんでね。そういう感じでやっていこうかと思います。まあ、どれぐらい強いかもわかんないんでね、正直。まあ、最初はいいと思うけどな、これ。よし、行くか。まあ、とりあえず10連勝したら多分これ一回保存できるから。お、説明ね。次々に登場する敵と戦う次はサバイバルマッチのことです。対戦が強くなり、あなたが負けるまでバトルは続きます。命令と入れ替え自由にできますが。え、命令と入れ替えできるんこれ。あ、マジで？あ、そうなん？おー、賞金ね。さらに100試合続けて勝ち抜けたら？はい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 。まず50勝目指して頑張ってくださいって。マジで？楽しいな、これ。うん、強そうやな、いきなり。あなた強そうね、いきなりね。でも弱点が見れるわけやろ、これ、ラリフォーマで。向こう？でもまあ、ラリフォーマでここは動き封じとくべきでしょうね。スモールボディ持ってるんでね、こいつがね。で、ここはまあ、こいつがね、とりあえず、まあ、身代わりはす、これてか、あれなんかな、バイキルドとかって引き継がれるんかな、そんなにちょっとよくわからないな、バイキルドとか。まあ、でも、あんまり鉛筆使う方がいいな。まあ、じゃスクルトとかしとく。まあ、ええか、攻撃するか、攻撃。こいつ攻撃したろ。こいつはね、まあまあ、鉛筆使ったらもったいないんで、とりあえず最初はね、序盤を鉛筆使わずに行きましょう。いけ。来た、魔力暴走、意味ある？おお、寝た。え、会心の時期出たら寝るんや、誰でも。弱っ、こいつら。あ、そうなん。え、ラリフォーマにも魔力の暴走とかあるん？向こうを貫いたやん、さっき。マジで？てか、魔力の暴走ってじゃあすごい大事やん。マジか。開始の時期出たらやばいやん。なんか別にこれガンガン行こうぜ。これでいいんじゃん。もう戦ってんじゃん、これで。まあ、普通にこれでいいやんな。ラリフォーマすれば勝手に。あ、俺。ザバランする、お前。見せてな。もったいない、ザバランはもったいないぞ、MP が。ほいほいほい、海坊主撃破。オッケー。んで、まあこれラリフォーマン。ラリフォーマン MP8 やからな、これ消費が。でもこれあんまいらんよな、今現状は別に。全員特技使うのでこれええんちゃう？全員、これ、素手で殴っとったら終わりちゃう？もう勝てるやん、全然。ほら、ヘイ。もう意味あるんか？声見して。バハック。早いな、スモールボディうざいな。ほいほいほい。メタルホイミン。やったやったやった。しかも地味にこいつもサポテンゴールデン。弱いな。君たち弱いな。まあ、この辺はもう楽勝か。オートでええぐらいな。めっちゃ強そうに見えるけども弱いんやろな、どうせお前ら。はい、終わり。もう HP が減っとう気がせえへんな。もうこの辺ちょっとオートでいいでしょ。まあ、でもわからんか、オートやったらな。オートやったらわからんな、やばなった時な。一応見とくか。弱いな、こいつら、マジで。えってもう、ザバラとか。ほんま、お前ら、しょぼいな、技やな。ほいほいほい。10戦ごとに HP 回復してくれてるよな、これ。な。ワン、ツー。んでー、ららん。弱いね。雪原流。暴走期間か。ほい、一匹目。よいしょ。ザバ。キラークリムゾンスピード速いからええな、こいつやっぱ。スピードアタッカーってええわ、ほんまに。デュエルマスターでもスピードアタッカー俺好きやったんやんて、ほんま。懐かしいな、スピードアタッカーとかな。お、トロルボンバー。骨リーダー。リーダー。上島さん。はい、一匹目。マジで、結構強かったな。もうゼロか。よかったわ。オッケー、終わりー。ダメだろ？あんまり調子乗っちゃう。トリカラトプス？トリカトラプス？名前ちょっとふざけとんな、こいつ。トリカトラプスってやばいやろ。トリケラトプスでええやんけ、もう。オッケー、終わり。デンタザウルスの色違い気持ち悪いな、こいつ、ほんま。やっぱ、デンタザウルスはデンタザウルスの色じゃないとあかんな。名前もなんか、
うわ、気持ち悪い。若葉の精霊。ブラゴおるやん。ブラゴ撃破。ほいほいほい。またお前、サボテンゴールド。出てきとるやんけ。2回も出てくんな。同じやつが。スカールドーン、ジャミラス。結構ランク上がってった感じ。10戦目ね、これ。まあまあ、言ってもまだ、あ、余裕ですね。バイブで一撃の時はまだ余裕なんですよ。普通にね。ローターを使わなあかんなった時ぐらいはやばいかな。ほいほいほい、終わり。よいしょ。HP 回復。HP 回復もできさせてくれへんもんな。弱すぎて敵が。まあ、とりあえず10戦勝ちんだぞ。お、また続く、普通に。あ、弱いな。まだいけるな。まだ HP が少ないよな。スモールボディがただ鬱陶しいな。ただただ鬱陶しいね。なんちゃう、これ行動早い4枠モンスターとこったら、もうそれだけでパンパンパーンと終わっていくやろな。3枠か。行動早い3枠おったら一発やろな、全員。チュン、チュン、チュンっていくやろな。おー、気持ち悪い。変態やろ。黒き変態おるやん。お、死なよかった。お、これ強なった、ちょっと。ちょっと強なったぞ、こいつら。お、ベギラゴンやめて。お、結構強い。ちょっと強なったな、お前ら。ちょっとパワーアップした感じか、お前ら。おい。ダメじゃないか。あんまり無茶しちゃダメだろ、バカ野郎。ちょっと強なってたか、敵が。ふむふむ。なるほど。となると、ラリフォーも打っていくことになるま、あ、向こう？何？まあ、これでいいか。おしまいは。まだやろ。おしねだ。お前そうか、眠り攻撃持っとんか、お前。あ、そうか。お前やるな。お前通常攻撃も眠りなんか、そういえば。やる？終わった。いいね。そうか。眠り攻撃だよ、こいつ通常攻撃自体が。すごい役立つやん。役立つ？よいしょ。ほいほいほい。あ、このミミックええな。色。かわいい色しとんな。終わり。次。次、このコース行きます。次。オッケー。眠らしてからの灼熱強いな、お前。お、強いよ。マジか。灼熱あかんやろ。お前、ベロニアゴみたいな色しやがったもんな。お前、わからんけど、お前。お主の名前わからんけどな。おいしょー。灼熱強いぞ、ちょっと待て。先手必勝灼熱あかんやろ。まあ、財が先輩さんに回復してもらえるからいいか。まあ、できればってことを考えたら、これ、ラリオも打った方がいいな。うん、これだけで、多分ダメージ減らせると思う。きたー、オッケーオッケー。よし。ラリフォーム打っとこう。ラリフォーマン強えな、マジで。ほんま強いよな、ラリフォーマン。オッケー、ラリフォーマン。ラリフォーマンやばいな、おいおい。このジメジメバブルがね、マジでこれ使い勝手がいい。こいつもほんまどこでも使える。イベントバトルでも役立つし、この勝ち抜きバトルでも役立つし、スモールボディ持ってるとこがこいつまたいやらしいんですよね、こいつ。この能力を持ちながらスモールボディ持ちっていうね。お前ほんま反則級に強いな、お前。ほら見て、この制約率。すごいね。ほら、見て、休み効果とね。お、いた。怒ったぞ。お、練り巻きやろう。よいしょ。自動 HP 回復持っとってよかったな。完璧やったな、これ。自動 HP 回復欲しいな。結構あれ役立つよな、自動 HP 回復ってさ。うん。結構ね、あれやんな、お手前なんやな。おい、キングエレファント欲しいな。この辺も全部欲しいな、お前ら。ラリフォーマ。ほい、ラリフォーマで終わりです。眠れ！ほいほい。よいしょ。強いな。ラリフォーマめっちゃええな、これ、マジで。これ、ほんまええわ。よかですわ、よかですわ。ラリフォーマがよかですわ。もうラリフォーマしかせんでええもんな、こいつ。極論な。じゃ、MP 全然使わへんからさ。何回でも出るっていうの、ほとんど。100戦目ぐらいまで打てるな、これ、連発で。1試合に8しか使わへんから、10回やってもあれやろ？結構、でも結構使っていくの、そう考えたら。結構失うもんがでかいな。まあ、ええわ。まあ、とりあえず、どっか、ラリフォーマで行けるとこまで行こうぜ。ほらよ。MP 欲しいな。MP 回復するやつ欲しいな、誰か。一人ぐらいな。おらへんか、MP 回復するやつ。ギガマホトラ欲しいな、こいつ。オッケー。ほい。強し。マジで強えわ。ラリフォーママジ最強説や、ほんまこれ。お、ガマキャノンね、お前。まあ、ラリフォーマするけどな、俺は一応な。一応するで、お前ラリフォーマをな。ほらよ。ラリフォーマを、スモールボディの中でもこいつ素早さが速いんですよね、この多分ジメジメ野郎。だから先手取れるっていう、絶対に。これ熱いで。
こら熱いで。ほいほい。ほら、ラリフォー、ま、ほら。身代わりとかされへんかったら、まあもう全然問題ないからな。よいしょ。寝てますねー。しかも AI でも勝手に、寝とるやつ覗いて攻撃してくれるから熱いよな。よいしょ。ワン、ツー、スリー。もう楽勝やな。もう勝ち抜きバトルこれ行ってまうんじゃん、今回。20分時間いっぱい行ってますよな。むしろもう。負ける気がしない。負ける気がせんな。ほらよ。自動 MP 回復欲しいな、ここに置いてはな。もう全員寝てもだからな、これ。一応これ控えも使えるから、ここもでかい。今どれぐらいの敵が強くなったかも、いまいち分かってないっていうな。敵はまあ一発でしないになってたっていうことは、まあそこそこ強くなってったんやろうけど、ちなみに何回戦目か ?24 戦目か。ほう面白い。寝たら全員。起きたー、もう眠り耐性持ってないな、みんな。強いわ、これ。マジ強いわ、これ。これ、ジメジメバブルをさ、3枠にしてさ、お、年。3枠にして、通常攻撃で眠り攻撃でやったら、ラリフォーマー使わんでも、MP、消費ゼロで、ずっとやれるやん、これ、よう考えたらさ。あ、そうか。これ3枠にしたらやばいな。ただ3枠なんてあれなんか、スモールボディが消えるんや。だからあかんのや。だからスモールボディありきでのこの能力だからな、これ。こいつ、スモールボディが消えたらこいつあかんわ。途端に、しょぼくなる。スモールボディがあるから、この、先手必勝ラリフォーマーが、入るんですよね。この先手必勝ラリフォーマーの強さが半端ない。マジで。これが決まると、もうね、まあ勝ったでしょうっていう感じ。はい、私勝ちましたっていう感じなんでね。眠り強いよな、ほんま。マジで。眠りはほんま強いわ。ポケモンで言ったら氷状態みたいな感じだもんな。俺のなんかイメージで言ったら。もうこれ多分通常攻撃で勝てるんちゃう?もったいないから使うとこ。あ、いったっぽいな。あれ?おっしゃ、危ねえ。ちょっとラリフォーマー節約しながら行こうか。誰だ?あ、これはラリフォーマー使った方がいいですね。スモールボディ持ちがいるんでね。スモボがいるときはラリフォーマーをね、撃つっていうのが大事なんですね。先手必勝で。これでまあ敵の灼熱とかあの辺を防いでいくっていうね。こいつらやっぱこの雑魚そうな見た目に反して、灼熱とか化学武器とか下手し持ってるんでね。もうそういうのをいちいちね、食らってたら負けるんで、ほい。ほいしょ。まだ MP 320あるからな。もう全然余裕、50戦目まで余裕できますね。まあ、敵が弱いな。やっぱり。耐性はまあ、あれやもんな。あんまり高くないからな。おいよと。ラリフォーマー。いいねー。ヒットしちゃうんだな、ラリフォーマーが。これがまた。ほいほいほい。石炭つむり撃破。結構 HP 高まってた、マジで。こいつら。こいつら HP 高くなってきたぞ。まだ、俺の勝ちだ。まあまあ、総力戦になるのは100戦目超えてからぐらいかなと思うんですよね。イメージ的に。前もなんか100戦目超えてからが強なった気がするね、確か。ウルビアの恐怖心兵ゲットしたぐらいから。どこまでやられたっけこれ。1000ぐらいあるんかな、もう分からへんけど、前は。よいしょ。ほい。眠り攻撃いいね。強いわ。コンコンコン。フィニッシュブローしまくりやな。よし、ちょっともう早送りしたいレベルやな、これ。ほんま、ここ、シュッって思ったね。ほう。弱そうな敵が来たね。絶対先手取れるもんな。超行動早いぐらいおれへんかった、あれなんか。オッケー。ほいほいほい、よっしゃー、オッケー、あり。ほい。終わり。超行動早いぐらいが来たらちょっと鬱陶しいけど、まあ言っても、なかなかおらへんからな、超行動早い持ったやつなんか。よし。MP 消費8っていうのがまたええな、これ。ラリフォーマって。こんなリーズナブルでこんな強い魔法はあんまないで、ほんま。オッケー。よいしょ。あいつ最後の秋元が鬱陶しいんやな。あー、書いてったか。うわ、強っ。やばい、バブルちゃんが。死にそう。バブルちゃん死にそう。やばいやばい。ちょっとザイガスね、パイセン呼ぼう。ちょっとパイセン呼びます。パイセン呼ぶしかない、これ、一回。パイセン呼んで一回回復しよう、ちょっとな。これはまあ一回呼んどかなあかんで。パイセン!あ、パイセン呼ばんでもええわ、別に。こいつ読んでよ。こいつ持っとるわ、確か回復。よし、こいつに回復してもらおう。とりあえず、軽くね。よし、軽くお前回復しろや、じゃあ。よし、回復してくれ。軽くな。俺は動きを止めよう。よし、行け。ラリフォーマ!
よし、決まった。倒せ。倒せよ。おー、痛い。やばいやばい。よし、OK。んで、早め。OK、でかい。ビホイミね。ビホイミかけていこう。オッケー。ほい。ワン、ツー、スリー。あ、しまうか、これ。あ、行ってもたか。まあ、いいわ。まあ、次、回復すればいい。よしよしよし。ビホイミ役立つな、これ。地味にな。じわりじわり回復してくれるな。オートエンピー回復持ちのビホイミ持ちも足しとよかったな。クソ。そこだけミスったわ、ほんま、俺。長期戦に向いてない。MP も欲しいとこやけど、実際問題。はい、一匹目。二匹目。攻撃高えな。クリムゾンやべえな、ほんま。キラクリほんまやべえわ。キラキラ光ってるね。よいしょ。終わり。このキラークリムゾンのスピードがね、またいいんですよね。先手必勝で休みブレイク打っていけるっていうこの強さね。もしこいつに代わりに超行動速いとかも出したら、もうそれはもうまたそれは強いで、これ。ほんまに。と思うわ、俺は。よし、回復していきましょうか。で、ラリホーまで一応動きを封じ込めておきます。オッケーオッケー。このドラゴスライムとこ絶対なんかな、スライムブレスか。これ絶対息系持っとうからな。全体攻撃をもうこの辺が絶対持ってくると思うんで、そこを封じていかないとどうにもならないんでね。もうどうにも止まらないんで。ちなみに、能力は ?HP1500 あるんか、お前。だいぶ減ったな、お前。減らされたな、お前。ほんま。かわいそうにな。よし、もう一応回復しておきます。まあ、多分倒してもらうと思うけどな、これ。1、2、3。キラークリムゾンで一発倒せなってたら結構あれかな。あ、強なってたなって感じやな。まあ、今はいけるんだよね、全然。一発で。何戦目 ?35 戦目か。まあまあ来たな。まあまあ来ましたね。結構奥の方まで。とりあえず50戦目指せって言われたから、まあ目標まではいけそうやな。ほい、ユニコーン撃破。レジェンド本やったっけ、名前なったっけな。ほい、ベホイミー。来た、魔力の暴走来た。オッケー、これで回復したな。よし、じゃあ、こいつも攻撃でいいわ。こいつ、まあ、攻撃力多分高いんでね、あいつより。ブラックコーリーも、ね、多分アタッカーとしての能力が優れてると思うんで、こいつ、雇うか。ほいほいほい。よーし、いいね。ベホイミアコってよかったわ。地味に役立ったな、こいつが。バニバーン、ちょっと強そう。ちょっと強そう。このアモデウスも2回コードだったから、確か。これでも鬱陶しいやな。二回コードされるとね、厄介極まれないんですよね。おい、寝た。おー、HP 高いな、こいつ。さすが2枠だけある。守備力も高いしな。なかなかちょっと強なってたな。まあまあ、まず言ってもまあ知れとけど。37戦目です。ラリホーマ。これラリホーマ強えわ、ほんま。チョス、マジチョスやわ、ほんま。ほいほいほい。一戦切り、ライフォー一戦切り。大根切り。このオランジーナ撃破して、最後、スライムナイトね。おぉ、やっぱ HP 高くなってたな。まあ、敵の攻撃力自体は大したことないけど、HP が高くなってきたの事実やな。全体的に HP800 くらいか。今の現状。800とかな。うぉ、なんじゃこいつ。わからん。ここもコーヒーでいいわ。おし、寝た。なんかいけるや、多分。高っ、守備力。お、危ね。こいつなかなかやるやんけ。よし、休んだな。よーし。地味にこの、キラークリムゾンが、休み攻撃持ちってとこまたやばいですよね。このチームの。どんだけ敵を動かさへんねんっていうな。もう最近敵に攻撃されてないもんな、一回も。このラリフォーマ先手でってな、キラークリムゾンが次に動くと。しかもスモールボディ持ちは基本的に体勢が弱いんで、ラリフォーマは効いてしまうというね。で、スモールボディのやつより絶対、早いわけやから、スモールボディ持ってないやつには負けんわけやから、キラークリムゾンが。で、それで、休み攻撃止めてまうというね。このコンボよ。適当に作ったこのコンボ。異常に強いっていう。これは当分いけるぞ、これ。まあ、これもこれでいいやろ。おっしゃー、休んでもたか。休み攻撃強えな。よーし。もう3枠はまあ、もう休みか眠りどっちか入るからな、基本。まあ、もうこれもいけるわ。休め。眠れんか。で、これで休みが入れば終わり。あ、入らん。入らん。うわ、久しぶりに攻撃された。お、強っ。マジか。あ、油断したらあかんな。やっぱ強かったわ。これ油断したらあかんわ。やっぱこいつら強えわ。油断しちゃダメだな。
やっぱりこいつは強かった説。二発連続息とか、ギガンテスに全く似合わへん攻撃していたぞ。通常攻撃を捨てて、なんとかダメージ与えようとするあいつらの、姿勢。恐ろしいもんがあるね。よし。フラヤラリホーマー。お前らが全員この攻撃を食らうことは分かっていた。なぜならほとんどのモンスターがお前らスモールボディ持ち。つまり体勢が低いということだ。そして俺はブレーキ持ち。俺に資格はない。行け。よし。おい。あがくな。あがかせるな。あがくな。うわ、もうあがくなよ。このあがきうぜえわ。あれ、オーバーキルのダメージが多ければ多いとダメージ与えるっていうクソ、くせ者やからな、ほんま。くせ者やで、元木やで、ほんま。元木大好きやで。クリムゾンのパイセンが死んだ終わりやから、早くしときましょう。よし、決まった。お前の負けだ。なかなか HP 高いな、マジで。これ敵一人動かしたらマジで痛いこと分かっとうからな。絶対動かしたからね、敵を一人も。なかなか厄介なことになるから、敵動かしたら。地味に強いっていうな、こいつら。よし。寝てるねー。すやすや寝てるねー。ほいほいほい。オッケー。20分経過したけど。結構な、時間かかるな、これ50戦目まで行くのに。まず44戦目か、今。とりあえず一回50戦目行ったら一回終わりますか。休憩しましょうか、一回ね。軽くね。ラリホーマと、ほら。どこで休ませてくれよ、50戦目ぐらい行ったらな。100戦まで行けそうやけど、MP さえ持てば。MP がもう持たへんわ。あと200しかないから。できれば節約しながら行きたいけど、2枠3枠やったら節約できるんですけどね、ギリギリ。ほっ！オッケー。よいしょ。なかなかですね。つい50戦目が。45かまだ。もう全然来てないな、まだ。全然やないかい。ほら。ラリフォーマ、ほら。よし。何？まあ、ええわ。これでマインド決まれば、終わりや。来た、終わった。ふぅ。眠りとマインド両方耐性がマックスなんじゃなかなかおらへんもんな。寝返り強っ。寝返り強すぎやろ、これ。疾病返し耐性もサルトあたりがこいつやばいんやって、ほんまに。寝返り全体攻撃やもんな。寝たら半端ないよな。寝返りマジ強いな。よし。あ、MP が減ってきた。おお、早っ。マジか。いや、バギーでよかった。なるほど、スピードスターができたか、結構。結構あれやな。先手で取られることがあるかもな、これやったら。まあ、ええわ。危ないけど、まあ、ええわ。勝てるやろ。決めろ！決まったー。オッケー。よし。で、次は？なんだなんだ？また同じようなモンスターか。47戦目ね。お、マジか！これはまずい。止めろ。そっち行ったか。おい、動くぞ、バギークロチュ。はい。よかった。あぶね。待て。おい、バギークロスやばいぞ。連発来たか、これ、バギークロスの。これ弱いな。まあ、ええわ。とりあえず、よしとしよう。よし。オッケー。なかなかやったな。危なかった。ベホイミで回復するか。これアリフォーマでしょうね。ベホイミを使っておきましょう。そろそろ HP ちょっとこいつ。ジメジメがね、HP 少ないんでね。まあ、そこはちょっとなんとかしておきたい。よいしょ。オッケー。おいよっと。で、ベホイミで、まあ、キラークリムゾンかな、やっぱり。まあ、でも死んだか、これ。これ死んだな。これはダメだな。何せ俺は2回行動だ。よし。ふぅ、もうすぐ50戦じゃない？これ50戦目？ 49 戦目。ギーグハンマーとメガザルロック。軽減無効か。なるほど。無効か。両方無効か。ギーグハンマー動かしたらやばそうやな、これ。どうしよう。ギーグハンマーが動くな、これ。この前行ったらな。おい。こういう新しいスタイルも、俺は、持ってるってこと、見せておこうか？ほらよ。
動くぞ、俺が動くぞ。よし、オッケー、動いた。我動くもんなり。ギグハンマーは何これ。おい、なかなかやな。まあまあ、これでギグハンマーの脅威を取り除いたか。まあ、あいつ動かしたらやばそうやったからな。強そうなと下手に動かしたらあかんな。ジメジメ、バイキルト持っとってやばいな、こいつ。こんだけ万能で。お、50戦来た。おっしゃ、これでじゃあ一旦終わりましょうか。終わりましょうタイム。終わりましょうタイム。オッケー。ラリー4、待って、ほらよ。よし、決まった。終わりや。ふぅ、まあ、50戦目まではまあちょっと、余裕でしたけど、まあちょっと時間変わりましたけどね。オッケー、終わり。でもなかなかちょっと HP が高くなってきましたね。あと全体攻撃やっぱ相変わらず強いから、やっぱ そこはやっぱスモールボディ持ちの全体との止めるやつね。ラリフォーマとか、まあなんか、そっち系、まあメダパニとかね。そっち系で、麻痺とかね。で止めていくのが大事ですね。うん。これジメジメご覧かったらちょっとしんどかったな。多分。またそのまま行く？普通に。ザイガスが出たぞ、これ。お、結構 S ランク出たやん、これ手が。うわ。50戦目から変わったわ。一回50戦目まで目標に行きましょうって言ってたけど。はい、ということで、とりあえず今回は一旦これで終わりまして、次回は50戦目からの続きですね。S ランクが出てくる。だいぶここでもレベル上がったっぽいな。まあ、ここからやっていきたいと思います。じゃあ終わります。ありがとうございました。